難易度はどんな感じですか？ C1 はとりあえずゴール設定にしつつ、なるべくパーフェクトが出ないようなつまりビジュアル設定、いや愛のあるコード設定、はい、今回は愛のあるコード設定の設定、最終的には5分02でチャレンジドライバーなし、ドライバーなし、前後2つずつ、ストフランクも作る、じゃあ1、2、3、後ろも作る、いやここも切る、こうじゃあ4、マフラーある、じゃあ5にします、スタート、すいません、あとこれ、あれです、アクスロンサウナ、あ、そっか、いや言うとったらこれと聞いとったから、これをクラス2で出しましょう、そうだから、そのあのバラエティ枠やとかって自分から発信してもらわんでも大丈夫、本気で、あ、ほんまに爪痕残したりましょうよ、これが奈良や関西じゃないの、奈良これがどんずるやぞっていうのを見せらんととんでもない人がいたって今度来てくれる絶対嫌や真っ白な絵絶対嫌やC02 あ、CMS になってるか、はい、すごい内装はなしです、ライトなし、あ、じゃあプラマイゼロってことですね、はい、全部なしです、もう潔いですね来ましたね、FS ウィンジョラの FS かな、これアリのなんか用かなんとか、これタイヤが120、はい、走行順決めます、こちらがクラス2で、こちらがクラス1になります。
31ってことは、はい、あ1番ですね。イエス。次は30番台から1。イエス。おーで、おーじゃあ、1? 漢字の番号を引いてしまった。めちゃかっちゃいいよな、それ。はい。プラス1、こっちからお願いします。4番。プラス1が4です。はい。プラス1、小西さん。はい。6浜田さん5浜田5です。僕らの前です、ね、いやいやそれ谷崎さん、はいはい、1はまだあります。12佐々木さん4あ4おお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 おめでとうございます。山本さんお父さん、はい、はい、やっぱりいつまで13やったいい最後から2番目、ね、やったクラス1宮本さん息子さん14おお最後13、14鳥参加者14名あ、3番やおお2が残ってんな2匹7ラッキーゼロじゃないですか。タコさんおおイジオさん8番まあ引いてないけど私続きましてプラス2行きます。プラス2の、はい、島岡さんお願いします。はい、何の枠するか分からへんかったけど最初から22から2番目ですね。はい、21から始まるんで30 10番。最後から2番3番。誰が21を引くのか。24です。危ねえ。まだ1番出てないですからね。みんな1番、1番が嫌みたいですよ。C2。5番。無難な5番。5番です。来たね。そうか。29もう2分の1になった分の1せーのせーのだから俺そっち行ったわはい、ゲートが、1番から10番までありまして、順番に通過してもらうような感じになります。こういう感じで2箇所置いてあるんで、真ん中を車両を通して、ゴールまで行くような感じでお願いします。1番から2番飛ばして3番に行ったりとかっていうのはできないので、必ず順番に通るようにしてください。4つのタイヤ全部を真ん中を通すとペナルティなしでゲート通過になります。場所が難しくて4本通せない場合はどっちか2本がゲートの真ん中を通っていればゲート通過ってことになります。その時にタイヤの内側が必ずゲートの2つのゲートの間を通るようにして2本通さないと通過したことにならない。その場合はゲート踏んづけで通るんでゲートペナルティがプラス10点ついての通過になります。通過中に2個触ってしまった場合は10点10点でプラス20点。ゲートは一方通行に進入するので矢印が書いてあるんですけど前からバックでこう入ったりっていうのは認められませんので必ず進行方向に一方通行で通過してください。その代わり外をバックしてこう入るのも OK です。でペナルティーポイントなんですけど先ほどゲートを触ると1個に対して10点つきます。で、バックは一度バックするとプラス1点で、前進しないでその状態からもう1回バックしても1回しかバックしてないということになりますので1点になります。で1回バックしてちょっとでも進んでもう1回バックしちゃうと2バックになるのでプラス1点。
車両が横転してしまった場合、回復方法が4本あるうちのタイヤのどれか1つを持って進行方向を変えないで繰り返して回復するとプラス5点のペナルティで回復することができます。その場合には方向を変えたりはできないので必ずどっか4本を持って進めやすい方にこっちに回したりこっちに回したりして回復してください。で判断が難しい場合はジャッジの方でロールオーバーで回復してくださいとかも言いますのでそれに従ってください。両方谷になっててどっちにも回せない場合は1個前の通過したゲートまで持ってきて後ろの車軸を合わせて再スタートする。でその時は車両に完全に触ることになるのでプラス10点のペナルティ。走行中にちょっと触ってしまったとか踏んづけてしまった、これもあの車両に触ったってことになされちゃうんでプラス10点。繰り返った状態でバック操作とかをしてこう勝手に戻せた場合はバックのカウントはしなし、走行中にバッテリーが外れてしまったとか、ボディがちょっと取れてしまって直さなきゃいけないという時は簡単な修理がその場でできるので、プラス10点のペナルティでその時は一度通過した前の1個前のゲートまで戻されるでタイムを1回止まっているのでタイミングのいい時にもう一回入った。スタートはあのゲートをカウントしないので、スタートのゲートはこう踏んでしまっても OK。スタートのゲートの中を必ず車の一部は通過させてください、うん。こういう感じで通したり。一度踏んだゲートは 2度目踏んだら、ね。一回触ってしまったゲートは次触ってもプラス10点に上がらないですね。その代わりゲートの目印は生きているので、踏んでしまっても必ず。ゲートの間を二輪が必ず通過するように通っている。例えばそのゲートをこうフロントアクセルだけ通過して例えばキャンバーでこけてゴロゴロゴロって転がっていった場合はリアアクセル通過してないから、うん、その場合はもう一回アプローチし直してリアのアクセルもちゃんと通過させてください。ここはその場合ジャッジも未通過ですって伝えてもう一度やり直す、うん、飛んだ場合はちょっといかんにしても、うんまあ、こんな感じで通ってたらあのもう OK で触ってなくてももろにこう空中だった場合はちょっとゲートを取るような感じになりますので1コースの制限時間5分になりますので5分以内です。減点80点か5分経過でその場で競技は終わる。クラス1からスタートで2コースあるので2コース目は順番を上下入れ替えて一番の人が今度最後になるようにだから一番の人は終わった一番目の意気込みを一番目の、まあ、ちょっとなんていうか完走できるように頑張ります。ありがとうございます、はい先生。
誰も言い訳できんから。じゃあスタートします。